高山市朝日町の美女高原の池のほとり3ヘクタールほどにある湿原に水芭蕉をおよそ1万株が群生していますこの群生地は高山市の天然記念物に指定されています水芭蕉の花びらのように見える白い部分は物塩砲と呼ばれる葉が変形したもので中央にある円錐状の黄緑色の部分が花になります 訪れた人たちは遊歩道から見られる水場所にカメラを向けるなど思い思いにゆったりとした時間を楽しんでいました。ここの水場ショー今月下旬までで楽しめるとということです。